海と日本。今月4日、東京で海と灯台サミットが開かれました。これは全国各地に点在する灯台をテーマに、さまざまな分野の有識者などが集まって新たな可能性について語り合うというもの。今や灯台は海の安全を守るだけでなく、その文化的歴史的価値が見直されています。灯台はですね、最近はですね、この人と海、もしくはこの、地域の方々をですね、結ぶ結節点としての役割というものが再認識され始めました。で、その時にですね、この灯台の持つ価値というものを改めて検証をして、でそれを再発見をした上で、新しい変化というものを灯台のその地域に起こすということのきっかけになればと。トークセッションでは利活用のアイデアが次々と発表されました。目指せ端っこ灯台ジオツアーです。はい、灯台って、端っこにあることが多くて、ジオパークに含まれていることが多いんですね。はい、灯台のふもとを明るく照らしながら、みんなでキャンプしてみるっていうのも、こうシンボルを眺めながら、海を見ながら、そういうキャンプができるんじゃないかなと。灯台の新たな魅力を引き出し、地域活性化につなげていく取り組みが全国で始まっています。異分野の方との連携っていうのは絶対に外せないところだと思います。でそこのところをですね、この頭の片隅に入れながら、いろんな利活用を具現化するためにね、邁進していってほしいなというふうに思ってます。海と日本。